本行寺は、東京都大田区池上にある日蓮州の寺院。3号は長数山。池上本門寺の寺院の主座で、昭英院、李坂院と共に、池上三院下の一つ。池上、大冒険のあざ方園。本行寺の境内は、1282年に、北地国へ当時に向かう、途中の日蓮が身を寄せ、同年10月13日に病没した。 池上宗中の館跡にあたる。10月15日にこの地で日蓮はダビに付され、遺骨は遺言により、駆動寺に収められた。本行寺の起源は1276年に、池上士官内の自物堂が法華堂とされたことに、始まり、日蓮入滅後間も内戦1283年に、日露の弟子級老僧の大乗アジャリ本聖院、日朝に、 池上士官の地ともどもを寄進されて、本行寺が改装されたとされる。以来終祖入滅の霊場として、池上本門寺のシーンの中でも特に格式の高い、池上三陰下の筆頭として、大望と称された。もともと中本山であったが、昭和61年に本山に昇格した。また、池上方園後本山の一つにも挙げられている。当時の伝承に、 おえしき桜と引きずり豆腐がある。おえしき桜は、日蓮が入滅した時、庭の桜が時ならぬ花を咲かせたと伝えられ、今も、その桜が現存している。引きずり豆腐は、日蓮が池上家に到着したおり、胸中夫妻が差し上げた料理と伝えられる。厳重は51世、中野日蓮漢樹。日蓮商人入滅の旧石赤門、日蓮商人と、 日蓮成人の表記は登録名に基づくありがとうございます。